カザです。ユウです、まあ今回はまあ二人来てます。ユニクロ U 着回しコーデをやりたいと思います。はい。ので、まあ、まあたくさんね紹介したいコーデはあるんですけど、まあ、今回は厳選した2コーデずつ、はい、計4コーデをユニクロ U を使ったコーデをね紹介していきたいと思いますので、はい。まあこの季節やっぱ白 T ねこれからの季節かなり重要になっていると思うんですけど、まあ白 T お探しの方とかやっぱり僕結構ユニクロ U のクルーネック T シャツかすごいお勧めしてるんで、はい、ユニクロ U のね、僕という計2コーデ全部で4コーデの今着回し方法になるのでもしよかったら参考にしてみてください。はい、ではね早速行ってみましょう。 GO!はい、ということで、はい、僕のね、1コーデ目のアイテム詳細の説明になります、シューズはナイキのブレザーのミッドカット、パンツはイメンズの黒のスラックスで、シャツがユニクロ U のクルーネック T シャツで、ニットベストがシュプリームの今年のアイテムになります。まあコーディネートとしては、まあ、全体的に、トップ、シューズとユニクロ U の白で大まかにはまとめて、あとは黒のスラックスでシンプルにまとめつつ、シュプリームのニットを生かすために、まあ、あと他のコーディネートはシンプルに抑えたっていう感じですね。はい。はい、ってことで僕のアイテム詳細っていうかは、靴はブレザーの、僕もブレザーのミッドの、アイルスケートボードとのコラボのシューズです。でパンツが一応リーバイスのシルバータブの、ハーフパンツ、ハーフデニムパンツになってます。で上はねこのユニクロ U です。でキャップがパレスの帽子になってます。まあそうだな、ちょっと全体的にやっぱり、まあ、白 T で下のデニムのパンツをまあ鮮やかな薄いね水色にすることによってまあ爽やかなイメージ、かつ結構なんだろうストリートな感じを出すっていうか、まあ、やっぱり夏っつったらデニムっていうところもちょっとあるんで、まあ、短パンのデニムっていうのを組み合わせてっていう形を意識しました。はい、以上になります。はい、続きまして僕の2コーデ目なんですけど、2コーデ目はシューズは同じくナイキの、ブレザーのミッドで、パンツは以前も動画でご紹介した赤パンですね、古着屋さんで買いました。赤点赤パンコーデですね。はい、でトップスはユニクロ、同ユニクロで、タスキ掛けしてるシャツは無印良品のシャツになります。まあ赤と青のストライプ、赤と赤パンツと、青のストライプシャツで結構一見派手アイテムで合わせているように見えるんですけど、意外と、夏とかねタスキ掛けとかそういったアイテムで派手なめな色対比する色を持ってくると個人的には使いやすいのかなと思うので、今回はそういったコーディネートにしました。はい、以上になります。はい、
はい、ということで僕の2コーデ目なんですけども、パン靴はさっきと同じブレイザーのミッドアイルスケートボードとのコラボで、でパンツは、まあ、あのパンツも実はリーバイスで、何番だっけな、ちょっと忘れちゃったんで、あの入れときますね、テロップのリーバイスのブラックデニムです。でウェアユニクロ U で、キャップが47のレッドソックスになってます。あとあれだ、上に着てんのがニットベストが、これもユニクロのニットベストになってます。まあそう、このコーデ結構僕があんまりニットベスト着るっていうのはないけど、まあそういうのも取り入れながら、まあやっぱりそこもユニクロで、まあリーズナブルな感じで取り入れて、ちょっとストリート交えながらも、まあそういう、なんていう人なんですよ。まあカジュアルっていうか、レームっぽい。そういうのは、ちょっとカツヤのところ、服とか見て、参考にして、僕は今回は取り入れて、見てますので、っていう感じになりますかね。はい。はい、そんな感じで今日は、ユニクロ U のクルーネック T シャツを使った僕と U お互い全部計4コーデですね、はい、のご紹介になったんですけど、どうですか。まあユニクロ U って結構みんなね、やっぱりまあ僕たちも愛用してるし、結構いろんな方もね着てるしね、うん、でみんな着てるし買いやすいし、うん、まあやっぱり白 T って絶対必要になると思うんで、参考になればいいかなと思います。そんな感じで、はい、どうですか。まあユニクロのクルーネック T シャツはやっぱ普通の T シャツと違ってやっぱ襟元首元が普通の T シャツの構造からまたさらに首元にもう一段階、まあ、生地が縫われているような状態でかなり生地感とかも厚いし厚めだし、まあ伸びにくいよね。そうだね、結構意外に長持ちするから、まあ、大体1年とかね、2年とかは全然着れるかな。うん、まあ、着れるんで、まあ、冬だけじゃなくて、結構夏だけじゃなくて、冬とかは、これレイヤードにする、スウェットとか、俺たちは。っていうのも、やっぱスタイリングの一つとしてできるんで、まあ、クルーネック T シャツは、まあ、2枚、3枚持っててもね、全然重宝するアイテムなんじゃないかなって思います。安いしね、買いやすいから。なんか白 T 買うんだったらクルーネック T シャツだよねって感じかな。まあおすすめです、本当におすすめの白 T1 枚なんで、まあ今日の僕たちのスタイリングの参考に、まあカラーパンツだったりとかデニムだったりとかっていうのに合わせてみると、またこれからの夏のファッション楽しくなるんじゃないかなって思います。てな感じで今日の動画は終わりにしようと思います。これからのファッションの動画たくさん上げていくのでお楽しみにしてください、はい、それではてな感じで終わりにしましょう。バイバーイ。